現実のヨハネ、ブレイズインザディープブルますか。これは海沿いの町沼津で占い屋を営むこの私ヨハネと私が出会った仲間たちの物語。上京した都会で夢破れ、母の言いつけで生まれ故郷に帰ってきた私。いきなり不思議な力を手に入れたり、変な事件に巻き込まれたりはしたけれど、いろんな人たちと出会いながらそれなりに楽しくやってきたつもりだったんだけど、はあ、どうも今回はすっごい騒動に巻き込まれそう。現実のヨハネ、ブレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー。光届かぬ海の底に太陽の光が差し込んだ。沼津の町近海に突然現れた謎の海底ダンジョン。ダンジョンなんていう非日常の存在に沼津の住人は誰もが飽き、行政局も調査に乗り出した。だけどその内部は複雑に入り組んだ迷宮、さらには凶暴なモンスターまで徘徊していて、行政局の長官ダイヤまで行方不明に。みんな無事だといいね。行政局のダイヤやルビー、学者のリコはわかるけど、カナンや花丸まで行方不明なのは何なのよ。一般人でしょ。やはりここは闇の祝福に選ばれし者、このヨハネの出番というわけね。行くわよライラプス、いざ未踏の迷宮深淵の採用へ。格好つけちゃって、から元気なの分かってるよ。本当はみんなが心配なんでしょ。そりゃあ、まあね。大丈夫、あれでみんなたくましいし、私たちで見つけてあげよう。頼りにしてるわよライラプス。私の爪じゃダメそう。ごめんね。このまま引っかいてもらってもライラプスが痛い思いをするだけだろうし、ライラプスの爪よりもっと鋭い武器、剣みたいな
なものがあればいいんだけど。遊べー。やっ、やっ、やっ、倒れて、はっ、よっ、ふっ、はっ、今までの場所とは違う異様な気配がする。空間がおかしくなってるのかも。空間が？何でもあり。さすがはダンジョン。そもそもダンジョンってだけでおかしな場所だしね。使えるかしら。
く趣味な石板ね。確かにまがまがしい感じだけど、ヨハネがそれを言う？それどういう意味よ！ごめんごめん、明らかに何かありそうな部屋だけど、とりあえず今は何も起こらないみたいだね。だったらここは後回し、今はみんなの救出を急ぎましょう。
Yeah.
Stop it!
これで食らいなさい。倒れて食らいなさい。これで食らいなさい。入り込んじゃって主を守るどころか一緒に捕まっちまった。あー不甲斐なし。この殿様一生の不覚。もう気にしなくていいって言ってるのに。殿様のおかげで私も寂しくなかったんだから。くー嬉しいこと言ってくれるの。ヨハネ、このおめえはお前さんの冒険を手伝うことで注がせてもらおうじゃねえか。
困ったことがあったらいつでも呼んでね。すぐに駆けつけちゃうから。ありがとう、二人とも。頼りにさせてもらうわ。
これで食らいなさい。
Thank you.
かレアもの。翼よ。はっ。だ、一緒だ。テイクだ。一緒よ。翼よ。はっ。テイク。だ。はっ。一緒だ。
りしてよ、ヨハネ。どっと疲れたわ。助けて、ヨハネちゃん。チカ、どうしたの？そんなに慌てて。それは、その…ん？ヨハネちゃん、ダンジョン帰りだよね。私が捕まってたあのダンジョンで仮面とか見なかった？仮面？ああ、見てないならいいの。ちょっと落としちゃったみたいで。なくしたのがバレたらお姉ちゃんたちにどやされる。ごめんヨハネちゃん、私もう一回探してくるね。あ、ちょっと。ちょっと。また捕まらなきゃいいんだけど。チカの言う仮面って多分あの仮面よね。ミリオンダラーだったっけ。だね。なくしちゃったのかな。見つけたら渡してあげようよ。うん、よく見ておかなきゃ。やっぱどうにもぎこちねえんだよな。今ちょうどいい部品がないんだよね。しばらくはそのままかもね。どうしたの？二人とも。ヨハネ、お邪魔してるよ。実はダンジョンでモンスターに捕まった時から殿様の調子が悪くてね。応急処置はしてもらったんだが、いつものわしが100だとすると、今は70くらいの力しか出んのじゃ。ほら、殿様って私がジャンクから作ったでしょ。使ってる部品の中にはだいぶ古いのもあって、なかなかちょうどいいのって見つからないんだよね。新しけりゃいいってものでもないのね。わかったわ。探し物ならこのヨハネが占いで。あ、そうだヨハネ、またダンジョンに潜った時でいいから探してきてくれない？あのダンジョン、古いものならいろいろ転がってそうだし、落としたパーツが中にあるかもしれないから。いや、せっかくだし占いで。探してきてくれるんだね、ヨハネ、ありがとう。お礼のハグ。人の話を聞け。はあ、分かったわよ。強引なんだから。もし見つけたら持ってきてあげるけど、あんまり期待はしないことね。探してくれるだけですっごくありがたいよ。すまんな、ヨハ太郎、恩に着るぞよ。これでいい。
こんなところね。ヨハネちゃん、リコ、大丈夫だった？怪我とかしてない？ええ、私は平気。その感じだと私以外の人も捕まってたみたいね。このダンジョン、見たこともない動物がいるって聞いたから、動物研究所の所長として調査しに来たんだけど、ここのモンスター、動物？いえ、生き物ではないみたい。思考が読めないの。倒したらスッと消えるしね。幽霊とか魔法的な感じ？わからない。こんな現象記録には残されてないし。けど今思い返すと、ここに入る前何かが聞こえた気がする。まるでピアノの音のような。あれは海の底から誰かを呼ぶようなメッセージ。ここには私の意思で来たつもりだったけど、もしかしたらダンジョンやモンスターたちに呼ばれたのかもしれない。みんなが、私も含めてだけど、ここに来たのはそれのせいってこと？ごめんなさい、はっきりとしたことは言えないの。ただなんとなくそんな気がするだけで。うん、そうね、私もなんかそんな気がする。深淵の呼び声か。私もできる限りサポートするわ。ヨハネちゃん、これからよろしくね。現実のヨハネ、ブレイズ・イン・ザ・ディープ・ブルー。